内閣総理大臣任命式新認識は、日本の天皇が国の養殖者を任命するための儀式である。日本以外の君主国における君主による同様の儀式の訳語としても用いられる。なお、国会衆議院においては、1948年3月10日の内閣総理大臣、足田人氏の任命以降、官報における国会事項欄では、 新任式でなく、内閣総理大臣任命式または、内閣総理大臣の任命式という表記を使用している。大日本帝国憲法及び、内閣官制下においては、天皇が一定の地位、階級以上の管理を直接任命する儀式であった。旧憲法第1 0条の規定により、文部官はすべて天皇が任命するが、その事例の交付の形式は、関東により異なり、 必ずしも天皇が親しく授けるものではない。新任式は宮中において行われ、新任式の当日、任官者は三代し、内閣総理大臣は歓喜を報じて便殿に参進し、御座の作法に自立する。天皇の出業があり、任官者は午前に参進する。天皇から任官者に直後を賜り、内閣総理大臣は歓喜を任官者に授ける。 ついで任官者は退出し、天皇の入り後があり、式が終わる。新任式で任ずる官の官記には、天皇の新書の後、御事がされ、内閣総理大臣が、都市月日を記入し、復書する。内閣総理大臣を任ずる官記には、他の国務大臣、または内大臣が、都市月日を記入し、復書する。宮中の都合によって、新任式が行われない場合には、 天皇の新書があり、かつ御事がされた官記が、任官者に交付されることによって、新認識の任命が行われる。日本国憲法下においては、天皇から任命される官の対象が三県の長の、うちの二者である、内閣総理大臣と最高裁判所長官に絞られ、その任命行為は、国事行為の一つとされている。同憲法の施行に伴い、新任官、直任官、 犯人間などの区分制度が廃止となったため、天皇から信任されるこの二者を、信任官と呼ぶことはなく、また、同憲法及び法令には、この儀式を、信任式と称する、旨の名分規定もないが、儀式の名称は旧礼を踏襲してそのまま、信任式と称している。表記については、報道等では、首相信任式のような形式を取ることもあるが、正式には、 誰のための式であるかに関わらずラタンに、新認識という。新認識では、天皇から任命する、胸の直後があった後、内閣総理大臣の任命であれば前内閣総理大臣から、最高裁判所長官の任命であれば、内閣総理大臣から、歓喜が施行される。ただし、内閣総理大臣の再任の場合は、前国務大臣から歓喜が施行される。 内閣総理大臣の任命には、衆議院議長と参議院議長が参列する。現憲法下の新任式については、原則として、宮中で取り行われる。ただし、皇居以外の例としては、一例だけ、昭和天皇が、西洋先の那須御用邸で1966年8月6日に、最高裁判所長官の横田正都の新任式を、取り行った例がある。 内閣総理大臣に就任するためには、新認識において天皇からの任命を受けなければ、ならない。つまり、議員内閣制の下で国会での内閣、総理大臣指名選挙を経ただけでは、内閣総理大臣に就任したとは言えない。先の実例では、第九十一代内閣総理大臣、福田康夫は、国会での首相指名は二千七年九月二十五日、皇居での新認識は、 翌26日に行われたが、この場合の在任の式は9月26日となる。この場合、天皇はすでに内閣総辞職している安倍晋三首相の助言で福田康夫新首相に任命したことになる。なお、国務大臣、特命全権大使など、旧憲法下で天皇からの任命を受ける新任官とされていたものの一部は、 日本国憲法第7条第5号の規定により、天皇から人面の認証を受ける対象とされており、一括する。故障としては、認証官を用い、その認証の儀式は、認証官任命式と呼ばれる。ありがとうございます。